はい、自分と宮城のとの関わりなんですが、311以前から命の大切さを、素晴らしさを伝えるパワーオブライフという活動をしておりまして、その延長線上で311が発生してすぐ宮城県沿岸に来るようになりました。塩釜市を拠点にして活動しているのですが、福島から岩手までいろんな方とご縁ができまして、今では2012年の秋から塩釜市でガマロックフェスというのを開催させていただいております。その中でみんなとのご縁を大切に今まで活動してきている感じです。宮城県に来る回数がとても増えています。